喉の調子が悪くて、もうだいぶ回復したんですけれども、まだ喋り続けると咳が出るという症状にやられていましてですね。で、まあ、2回公演とか頑張ったので、治りが遅いよって感じですね。はい、熱はないです。喋りすぎた、これ喋りすぎましたね、すいません。あ、ちょっと待ってくださいね。今日はね、アップティーを着ています。はい、咳するときはなるべくミュートにしますけど、思わずゴーンってなったらすいません。こちら、もうゲットしましたか？今日はせっかく初めてこのパーカー着たので、これで TikTok 撮りました、記念に。アップティーアップティーって。あ、 T シャツは皆さん握手会とかで着てくれてたんですけど、パーカーはね一人しか着てくれてなかった。まあその日暑かったんで、あれなんですけど、で私もパーカーその時持ってなかったので、ファンの方が来てくれてるのを見て初めて見ましたって感じですかね。はい、 で私も無事にいただくことができたので、今日初めて来ています。今日も色白だね。そうですね、ちょっと真っ白すぎるやつ着てるせいで、白さが分かりにくいと思うんですけど、まあよろしく。テンション低いわけじゃなくて声が出にくいので、ちょっとこんなトーンなんですけど、全然元気ないわけではないですね、このテンションだけど。張り切っちゃうと咳が出るので、ちょっとこのベースでいくね。はい、48グループ1の色白 AKB48 の長野セリカです。よろしくお願いします。そう、ゴールデンウィークはお休みの時は浜さよなちゃんと遊んでて、でな、今日も会えたらって言ってたんだけど、まあ今日は結局会わなかったですね。はい、まあ今週また会う機会あるので、その日でいいかってなって、今日は会ってないです。はい、でそれ以外はまあ劇場にいたわけなんですけれども、誰恋公演1日に出て、あと僕対って感じで、なんか結構最近劇場当たらないみたいな方が多かったんだけど、まあちょこちょこ、誰恋は倍率高そうだけど、僕対とかはまあちょこちょこ当たってる方もいらっしゃって、セリカ推しの方にね会えたので嬉しかったですね。誰恋も早くみんなに見てほしいんですけどね。あ、オンデマ組、あ、オンデマも見てくれてありがとう。はい。全く当たりません。ねえ、そうなんですよね、なんか結構偏ってるなって、私もお客さんの顔を見て思います。あ、なんかこの方毎回入ってるっ
って方もいらっしゃいますし、あ、久しぶりって方もいますし、当たらないってよくコメントくれる方もいます。何なんですかね、もう私じゃもうどうにもできないんで、もうめげずに申し込み続けてほしいなっていう思いでいっぱいです。あの、私も同じ気持ちです。ファンの皆様と当たった人は一緒に喜ぶし、外れたらなんやねんってめっちゃ思うし、はい、そんな感じですね。でもめげずに出続けるので、公演に。なので私が出てる時はぜひ来てください、あ、申し込んでください。はい、お願いします。あ、あさってよろしくね。あさって行くね。そう、あさって8日水曜日ですねすいません、公演僕隊、その日は1回かな。まあそんな感じですかね。ゴールデンウィーク、すごい公演中はアドレナリンが出てめっちゃ楽しかったです。ただ肺が苦しいよねって、咳も出るし声も枯れてるし、それで踊ったらもう肺がしんどいよねって感じだったんですけど、でもめちゃくちゃ楽しくて、治りは遅いですね。多分お医者さんからしたら安静にしときって話だと思うんですけれども、そういうわけにはいかないので、まあ今日は安静にしてましたね、さすがに。さよなと会う時はですね、さよながずっと喋ってるので、私は聞いてるだけ、ほぼそんな感じで過ごしていました。なので、はい、そんな感じでしたね。はいそうなんです、よく喋るんですよさよなって。なんかほっといたらもう返事しなくても一人で喋ってるから助かるちょっと咳します。はい、すいません。今めっちゃワンピースハマってるみたいね。そうなんです、さよながワンピースにハマってて、その話をずっと聞いていました。そうです。あ、偶然ね、ママも風邪をひいていましてですね、ゴールデンウィークずっと休んでたらしいです。私と一緒ですね。でもママはなんか熱があったみたいでちょっと心配だったんですけれども、まあなんとか生きてるということでよかったです。私はまあ幸い熱なくて公園にも出て、ここ以外はもうめっちゃ元気ですけどって感じで、流行ってるんで気をつけてください。本当に可愛いピアスつけています。これ昨
劇場に行ったらね、届いてたプレゼントです。ありがたいですよね、本当に。かわいい、ありがとうございます。さくらんぼですはい、口はですね、かわいい。私もらったりとか何か買ったりするとすぐ使いたくなっちゃうんですね。昨日もらったんですけど、もう今日つけてますっていう、はい、そうです。メロンフラペチーノ飲みました、美味しかったです。明後日からいちごのフラペチーノ始まりますよねそう、絶対飲みます。さすがにいちご、これルイボスティー、僕体何ポジできるんでしたっけ。1。意外でしょ。私しずく公園5ポジ覚えてたからね、4か5覚えてたんで、その私が1ってめっちゃ意外でしょ。でも別に覚えてって言われてないから覚えないですけど言われたら覚えるって感じかな、今の感じだと。そう、重力シンパシーは2ポジかな。うん、そうです。需要と供給どれぐらいで覚えられるの。1週間で覚えれると思う、講演シンポジとかだったら。3日だとちょっとまあ余裕が欲しいって なるんで、1週間も猶予あれば覚えれるかな。うん、レミちゃん選抜に入ったね、もう本当に嬉しい。もううちのレミが選抜に入ったのは本当に嬉しい、心の底から嬉しくて、本人にももちろん直接おめでとうって言ったし、めっちゃ喜んでて、めっちゃ可愛い。なんか本当に良かったって思います。レミちゃんはね本当にいい子でね、素敵なんです。劇場の掃除とかもね率先してやるし、謙虚だし、でもノリが良くて、学校も頑張ってて素晴らしい。本当におめでとうって感じ。最近仲良し、いや本当に最近めっちゃ仲良くて、なんか共通点見つけちゃって共通点見つけてもっと仲良くなっちゃって、本当に最高の友達って感じ。なんか
年下だけどめっちゃしっかりしてて、あのパンカツにも一緒に行ったりするし、ギャル仲間なの。まあギャル仲間かな。ギャル、ギャル私。でも確かにレミタンは、まあ、学生なのでちょっとギャル味あるんですけど、めっちゃ好きです。はい。もう私はギャルって感じではないよね多分。ギャルになりきれないやつになりそう、頑張っても。はい。ね、そうだよね、ギャルじゃないよね一応。よかった、よかったもおかしいんだけど、ギャルっていう認識ないのに周りにギャルって思われてたら気まずいなと思って、よかった。あ、お嬢様、あ、お嬢、まあそういう認識も別になかったけど、どっちかっていうとそっち側ですよね。ギャルではなさそう、分からんけどね。はい。そうですね。あ、目指してないですねギャルは。はい、目指してない。はい、お願いします。はい。で、昨日 X にツイートしましたけど、ツイートリポストしましたけど、まあ今回も選抜落ち、選抜落ちってなんか野球みたいな感じですけど、選抜落ちしまして、もうはぁって感じだったんですよ発表された時は。4月の後半ぐらいにはもう知ってたので、ちょっと落ち着いてるんですけど、あ、部数も減りましたね。まあそれは、まあ、まあそれは部数減ったことはまあしょうがないなって思うんですけど、それと同時になんかもう期待されてないなって思います。もちろんね、選抜に命かけてるわけじゃないんで、今までやってきて、その幸せじゃなかったことはないんですよ。毎日幸せで、もうめちゃくちゃありがたいお仕事とか、もう選抜の子よりすごいお仕事してんじゃないっていう、そんな素敵なお仕事もいただけたりとかですね、その外のお仕事で私を見つけてくれて、今最近ファンになったっていう方もいらっしゃいますし、なんかそれだけで嬉しいんですけれども、まあ AKB の中のお仕事をしていると、選抜がこう前に出て、でその後ろでパフォーマンスするとか、そういう機会が増えるんですけれども、それは私のファンの人は見てて絶対に私が前で踊ってる方が見やすいし、なんか
AKB で活動するうちは選抜っていう目標は一番にあるわけだから、もちろんこれからも頑張っていきたいですけど、まあ一旦私が選抜じゃなくても幸せなんだけれども、でも選抜じゃないとできないこともたくさんあるから、それを諦めずに目指してるっていうのだけは忘れないで欲しくて、なんて言ったらいいんだろうな、じゃなかったら事務所も移籍しないし、こんなに続けてないなって思うので、私なんか今回選抜決めるにあたってこう一番こう近くで見てくれてるマネージャーさんとかはなんかセリカの名前を出してくれたりとか、なんか すいません、前向きな気持ちなんですけれどもすいませんねちゃんとこう見てくれて、劇場とか外の仕事とか、まあ急遽呼ばれて行った仕事とか全部頑張って対応してきて、でそれを近くで一番見てくれてるマネージャーさんとかは評価してくれてでそれで名前を出してくれたっていう話も聞いて、なんか可能性はゼロじゃないって思うし、だから私は諦めてないし、だからファンの皆さんにももうこの子はダメだとか思わないでほしい、むしろこれからって思って応援してほしい、これからもしだけど、まあ最終的に決めるのは数字を見てる大人の人なのかなって思うから、その大人の人たちがセリカすごいじゃんって頑張ってるじゃんっていうのが多分まだちゃんと届ききってなくて、だし私にもまだまだできることはたくさんあるって思ってるし、まだなんだろう、まだ AKB として、貢献しきれてない部分があるのかしてきたつもりだけど、こう違う貢献の仕方
もっと私を知ってもらうとか、そういった貢献の仕方でどうにかその頑張りが報われるように頑張りたいって思います。なんかタワー着てるんだけど優しい上谷優さん、タワーありがとうございます。あとなんかね、なんか大人の人になんかセリちゃんは理不尽なことにも耐えられる精神力があるよねって言われたんだけど、別に理不尽なことに耐えたくもないし、隠してるだけであって、理不尽なことあったらめちゃくちゃうざいし、理不尽なことしてもいいメンバーって思われてるのかなと思ってめっちゃムカッすいません、これ以上は言わない。だけど、だけど、あんまり人前で泣いたりとかしないようにしてるし、なんかこう選抜発表あっても別になんか私は大丈夫、前向いて頑張るみたいな感じで今までやってたんですけど、ちょっとなんか、理不尽なことに耐えれる精神力がある人って思われてるから、そんなことないよと思ってさすがにでもメンタルは強くなったけどこの10年で、でも私にだって悔しい気持ちはあるし、すごい私は恵まれてる方だけど、大事な時に選ばれないと意味がないし、っていうね、皆さんも理不尽なことたくさんありますよね。詳しくは別にもう忘れたけど、もうひどいなって思うこともいっぱいあったし、もちろんこれからもいっぱいあるだろうし、その度に大泣きして耐えてたけど、なんか言葉にして言われるとね、そんなことないよって思ったよね、はい、まあ、なんか私と同じように悔しがってくださってるファンの皆さんがいることはすごい嬉しいので、大人は味方してくれなくても
私うん、ファンの皆さんと目標を叶えられるように自分なりに時間はかかるかもしれないんですけれども、写真集を出すっていう目標もあるし、そんな中で選抜に入るっていう目標も近いうちに叶えていきたいなって思います。こわすごい、たけひろさんタワーありがとうございます。すいません、なんか泣いちゃって。なんかね、選抜のメンバーを聞いたときに、事務所の方とお話しして、もう毎回ね、うん、選抜発表があるたびにもうこんな組織やめてやりたいわってもう思うけど、だけど、うん、やめてもなーって思って、私ファンの皆さんがすごい大切なので、公演とか出るたびに私のペンライト持って応援してくれたりして、愛おしくて仕方ないので、その方のために、その方々のためにまだ続けたいって思います。あ、サナピオさんもタワーありがとうございます。私、思いをその事務所の方が思いをちゃんとファンの皆さんに伝えてもいいと思うよってアドバイスくれて、で今日はいつもあんま話さないけどショールームでちょっと聞いてもらおうと思って話しました。来てくれてありがとうございます。うん、次のシングルも選抜じゃないんだけど、握手会もオンラインお話し会も買って申し込んで入金して握手の礼に並んで来てほしいです。なんか部数増えたり減ったりしてて安定しなくて、前々回も減って、です、前回増えたけどまた減ったんです。こう安定してないっていうのも決め手に欠けると思うんで、どうか私とおしゃべりしに来てください。話してて別に楽しいと思うよ、私と仲良くなったらおもろいんで
頑張って。トーク力上げるんで来てください。握手会もオンラインお話し会もいつもおしゃれしてるから、それ見に来てほしい。みんなの愚痴も聞くし、私の愚痴も聞いてほしいし、たこ焼きパラダイスさんと話してみたい。それもスイカのレーンに来れば話せるし、たわいもない話で盛り上がるのが幸せなことだと思うので、なんか近況報告とか聞きたいし、みんなの待ってます。なんか手袋がなくなるらしい。だから自慢のネイルも見せつけます、みんなに。あ、淡路の黒ひょうさん、タワーありがとうございます。みんなすいません、今日は正直な思いを言っちゃいました。そうですね、今日は泣いてますけど、別にもう気持ちは前向いてるんで、心配しなくて大丈夫です。メンタルは頑張るんで、ついてきてほしいなっていう、はい、お願いします。はあ、なんかもともと声出にくいのに、泣いたらもっと声出なくなっちゃった。あ、改造さん、タワーありがとうございます。
がとうございます。選抜発表あるとね、毎回こんな感じになるんです。家とか陰でこんなんなってたんですけど、さらけ出してしまいました。だけどね、不幸ではないんですよ。それだけは知っておいて。みんなが応援してくれるから、うん、頑張れてるので、私みんな割と新しい子好きだけど、でもそんな中私を好きになって握手に来てくださる方もめっちゃいらっしゃるので、なんか新しい方とかもう私を初期から応援してくださってる方とか、継続してきてくださってる方とかを見ると、なんか手を抜かず、しんどい時でも頑張ってよかったって、その辛い時に頑張ったことが報われる気がするので、とりあえず CD 申し込み始まってるから、みんなで会いに行くしか。いつの間にかね、 CD の申し込み始まってたのでね、来てください。鼻水めっちゃ出る、最悪。待ってます。泣かないでありがとうございます。みんなの前で泣くのはいつぶりだろうか。
グラビア買ったからね、楽天で。なんかね、いつも私のとこにね来てない人はね、 BLT 買ったよって言ってくれて、私の推しじゃない方もその本を手に取って見てくれたみたいなので、あの嬉しいなって素直に思いました。泣くこと自体は久しぶりでもない感じ。あの家で泣いてましたね、選抜発表の後。それと39歳っていう韓国ドラマ見て泣いてた。その日から発表まで笑顔でいてくれるのがすごいね。公演とか正直泣きそうだったけど、でもなんか明るくていい曲ばっかなんで、公演曲って自然と楽しいが勝ちました。なんかワンピースとか麻雀とか、なんか同じ趣味を持った人が握手会に来てくださって嬉しいから、なんか趣味増やそうと思って、みんな趣味増えたら話してみたいなって思ってくれるかなと思って、趣味増やした。あの もちろん今まで通り頑張るけど、こう試行錯誤しながらいろいろなんか新しいこととか始めていきたいなって思いますね。もっともっと今知ってくださってるファンの方を3倍ぐらいにできるように頑張りたいなって思います。泣いたら顔が可愛くなくて無理。ため息が出る、顔が無理本当はこうやって喋りたいけどね、
目真っ赤。とりあえず風邪を治そう。ほんとそれ。調子乗っていっぱい歌ったら治らん。前髪かわいい。いやなんかさ、前髪長さバラバラ無理。なんか切った時はまっすぐなんですけど、なんか伸びてきたらバラバラになって無理。そう、歌唱力もあるんですよ。いつかわかんないけど練習したいのにできない、もどかしい。あのたこ焼きパラダイス、なんかめっちゃ絶対採用されちゃうんで、お題が素晴らしすぎて絶対採用されちゃうからちょっと控える。たまに登場するわ。ハッシュタグ AKB48 劇場質問箱。なんか俺だってツイートしてるのにたこ焼きパラダイスばっかりうざって思われそうだからちょっと当分やめようかな。あのなんかメンバーに気に入られてるっぽくて、たこ焼きパラダイスだからちょっと、ちょっとね、あのライバル視されてるんで、やめ、あ、たまにやめることはないと思うんですけど、だからみんなもハッシュタグ AKB48 劇場質問箱ツイートして。あ、たこ焼きパラダイスです。あ、この名前は倉野なるみちゃんが適当に考えた名前です。たこ焼きパラダイス意外でしょ。こんな感じで。私の名前パクらないでよ。せっかくなるからもらった名前なんだから。Oh.
なんか泣くのって体力使うよね。疲れた。サンティッシュ欲しいです。無理です。配信終わったら捨てます。なんかまあショールームで思いは伝えたんですけど、メールとかにも文章で書こうって思って下書きしてます。なので今日の夜、もう夜ですけど、送りたいと思います。お腹すいたね。お腹すいた。でも私昨日の公演終わりにざるそばが食べたかったんですけど、コンビニに売ってなくて、麺類が一切。悔しくて今日コンビニ行ってざるそば買いに行った。だから今日の夜ご飯はざるそばかっことろろ。なんか冷やし中華でさえなくてえってなって、昨日は納豆巻きとサラダとポテトサラダ食べたんですけど、そうなの。すいません、本当に風邪やし、泣いてるし、どういう感じ。じゃあですね、1時間経ったので一旦ランキング読んで、でその後アフタートークして終わります。13位、間違えた。13位、マッチンアット、ゴールデンウィーク楽しかった。楽しかったよ。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、吉本レッツアット、どこに行ってもセリちゃんだけ見てます。セリカラブさん、ありがとうございます。ありがとう。11位、クロアット、毎日キング牛丼完食配信62日目、ありがとうございます。62日、2ヶ月、すごっ。もうそろそろ飽きたんじゃない。10位、すすきの風来坊アット、握手会申し込んだよさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、ライオン丸アット、女子力高いナンバーワンセリちゃん神さん、ありがとうございます。嬉しい。8位、ハニマルアット、昨日ファンクラブ入りましたさん、ありがとうございます。嬉しい。今日一嬉しいかも。言い過ぎ。7位、ケンケンアット、
セリちゃん、ルイボスティー毎日飲んでるの？飲んでるよ。そうなんだ。さん、ありがとうございます。書いてないけど、何位までよな。6位、ハマーアット DD 負け犬ピンク。せいちゃん、最近何のゲームしてるの？つむつむです。そうなんだ。さん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、サナピオシンアットセリちゃんの味方さん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、タケヒロアットセリちゃん、今日のリップ何？これです。そうなんだ。さん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、神谷優アット、セリちゃんのファッションセンス神さん、ありがとうございます。書いてないけど。そして2位は赤いぞうさんアット、たこ焼きパラダイスさんと握手したいです。さん、ありがとうございます。待ってます。そして1位は淡路の黒ひょうアット、8日の公演楽しみさん、ありがとうございます。私も楽しみ、よろしく。今日もありがとうございます。タワーをいただいた、サナピオさん、あとタケヒロさんも、で上谷優さん、そして赤井蔵さん、淡路の黒ひょうさん、ありがとうございます。あとね、いっぱい書いてくださってて嬉しかったです。じゃあですね、アフタートーク、ちょっと顔が可愛くないのでもうこれで終わります。今日この顔の下半身隠すっていう回でちょっとやらせてもらいます。すいませんけど可愛くなくて嫌なんです。すいません。ちゃんとステージ立つときは可愛くしていくんで、よろしく。平安貴族みたいでいいじゃない。平安貴族ってこの顔の下半身隠してた？あ、こういう感じ？え？今週まあ僕隊があったり、オンラインお話し会もあのカラコンウィークのやつがあるので、そこで会えるっていうか画面越しに会えるの楽しみにしています。であとね、あ、マレーシア行くんでそれも楽しみ。初めてのマレーシアなんで楽しみです。なんか割と忙しそう、バタバタしそうな感じだったスケジュール。公式発表はもうすぐって言ってた気がする、知らんけどイベント
公式発表で私の名前なかったら一旦笑って。でもなんか向こうの方ではね発表されてたので、秘密事項では別にないんで大丈夫。はい、なんかあんまり観光する時間とかなさそうなんですけど、雰囲気だけでも楽しめたらいいなって思っています。はい、日焼けだけは気をつけますね。握手会申し込みました、対戦よろしくお願いいたします。だってお願いします。対戦じゃんけんとか、あ、違う、え、じゃんけん？対戦あっち向いてほいとか？ある意味戦いなのかな。確かに戦場かも。どれだけ楽しいお話をこの数秒の中でできるか、それが戦いなのかも。手袋なしですね。でもあんま変わんないと思うけど、うちの嬉しいのは爪見せれること。でもね、手袋はなしだけど、アクリルはまだある気がする。シングルの発表があって、選抜の発表があって泣いちゃうけど、あの握手会とか皆さんに会える日がこうスケジュールにかけるっていうのは、あの嬉しいですね。私もサイトからスケジュール調べて、あのカレンダーに入れました。そうですね、終わろうかな。あのあ、圭一郎さん、タワーありがとうございます。個性出しまくって頑張ろうって来てます、ありがとうございます。そうですね、私のことをまだ知らない方がほとんどだと思うので、このこれからあのまだグループで頑張るので、もっともっと知っていただけるように試行錯誤しながら楽しみつつ頑張りたいと思います。
今日はちょっと弱気でちょっと愚痴っぽいことも言っちゃったんですけど、あの AKB のことはもうずっと大好きだし、あのこれからも貢献し続けたいなってあの思いであるので、これからも熱い応援をよろしくお願いします。じゃあメール送って X ちょっと投稿して、お風呂入ってお蕎麦食べて寝ます。今日もお疲れ様でした。バイバイありがとうございました。バイバイ、握手会来てね